お疲れ様です。毎度お会いしてございます。お疲れ様でございます。走ってるじゃないですか。とりあえず動いた。いやほんまに、いや困った。すごい。いや案外と動くもんだね、ほんとに。ですね。まあこれはあれよ、まあ俺様の力ってよりかはまあ元々のコンディションの問題やけどね。そうですね。そうなので、まあ値はもうちょちょっと掃除をして、まあちょちょっといろんなことをやってちょちょいちょちょいにしただけなんやけど、まあそれでもなんかあれやな、なんていう、鉄の馬って感じ。うん、確かに。もうなんかすごく鉄の馬って感じ。なんか馬力って言葉が似合いそうですね。鉄の馬って感じやな、ほんまに。はい、まあ、ということでね、まあいろいろありましたが、とりあえずエンジンがかかって走行が軽くはできるようになりました。ね、はい、はい。ということで、まあまあ今回やったメニューとしましては、まあいろんなね、欠品してたバッテリーの方を取り付けたりですとか、まあポイント周りのこっちの方のね、ここに入ってた、ね、ポイントの清掃関係の方の作業をさせてもらったりとかなんやして、はい、であとはまあキャブレターの方もね、分解清掃して、でタンク周りの方も含めて分解清掃の方をしました。まあなんで、まあ基本的な、まあ復活メニューでございますわ。そうですね。はい。まあ、そんなにあの難しいことはやってません。あとはまあワイヤー周りの注意ですとか、そういったとこはしてます。でまあだけんやっぱこの頃の年式のやつの方がよみがえるな、はい、そうっす。なんか下手なね、なんか中途半端な年式のバイク復活させるより、おう、全然おう、ほんまに、まあ、別の意味で分からんことは多々あるけどこれ何やったっけみたいなのは多々あるけど、はい、でもまあ難しく考えずにこう一個一個こうなんていうのな、一つ一つ紐解いていけば、そうですね、まあまあわかるし、で、うん、なんやろうな、例えばその一個一個の部品が、ああじゃああの機能のやつのご先祖様ねみたいな、ああそうですね、そうなんか今のこう例えばそのまあバイクでも車でもいいんやけど、はい、で使いよる機構とかをまあ遡っていけば、ああなるほど最初はこんなのやったのかっていうような、うん、まあ、理解がね、はいはい、たどり着きそうですね。そうそうそう、しやすいので、まあまだちょっと良かったかなと思ってます。はい。で、まあとりあえずね、これでまあ動くようにはなったんですが、まあもろもろまあ細かいこと言ったらね、じゃあすごくまあメッキをもうちょっとどうにかしたいとか、まああとはなんかこの辺どうにかとかっていうのがありゃあ、まあありゃあやし、まあキャブレターの方もね、もう車内ですけど若干ちょっとオーバーフローの方はしょったりとか、うん、まあオイルの方もね。まあ、エンジンかけたらこのケースのとこね、はい、漏れてますね、はい、ここからね染み出てきたりとかはするんですけど、まあ、それはだってもう何年ぶりにエンジンかかったんだろうかねまあでもそれはもう多分な、それにしとった方がええと思うよ、はい、もうあのまあこんなこと言うもないけど、それをあのバチ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 って綺麗にするってよりかは、ソユーさんのオイルのにじみとか、はいはい、ガソリンのにじみとかっていうのも含めて、はい、そのなんていうん、こうまあ、こういうその動力装置というか、はいはい、まあ、やっぱ原動機付き装置っていう風に、まあ、する方が、まあ、個人的にはちょっとノスタルジーで好きかな。そうですね、うん、時代を感じるというか、そうそうそう、まあ、なんかバチバチにな、綺麗にそのパリッともう現代の力とかも入れてやるレストアとかも、まあ、個人的には別にそれはそれで、まあ、すごいし、まあ、いいなとは思うけど、はい、まあ、その年その年のそれぞれのそのまあ基本スペックがある程度出て、うん、まあ、ちょっと経年劣化が感じられるぐらいの方が、まあ、好きっちゃ好きやけどな、うん、ほんまに、はい、まあ、ということで、いろいろやりました。で、まあ、乗ってみた感想としてなんやけど、はい、意外となんかパワフル、はい、あ、そうなんですか、うん、パワフルに感じるって言った方がいいかな、だけ馬力があるとかトルクがあるってよりかは、はい、その一発一発のエンジンの爆発が、はいはい、もうダン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 って感じがするんやって、はいはいはい、なんかもうなんかこのクランクシャフトのところをこうなんか明らかに爆発力でダン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 ってもうなんかもうハンマーでガンって叩けるような感じの爆発、はい、なんかあのなんてこう綺麗にこうクランクシャフトをなんてこうやって回しとるようなその爆発感っていうよりかはもう この辺になんかあるやつをドーンドーンドーンってやじるけん、もうクランクがもうよっころんよっころんみたいな、はいはい、まあ、こういうその発動機じゃないですか、そう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 、はい、そういうようなやっぱりそのなんていうのな、エンジンらしいっちゃエンジンらしいような、はい、その爆発のフィーリングとかっていうのはまず感じる、そのすごいエンジンやな、はい、この自体が。であとはそのキャブレターとかそんなのもなんていうの、決して全然レスポンスは
良くはないし、うん、もうほんまにあのなんていうほんま発動機とか、はい、あとはもうほんまにあの古いその焼き玉のやつみたいな感じでこうタン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 って上がっていく感じではあるんやけど、でもそれでも多分もちろんその当時のその他の原動機とかと比べたら、うん、とってもレスポンスは良かったんじゃないかな、うん、とは思うわ。であとはまあ言うてな、このサスペンションが、はい、意外とクッションが良かったよ。あ、そうなんですか。うん、意外と意外とクッションが良かった。ここだけやと思ってました自分。そうやろ、 まあ、これもまあ恩恵大きいと思うんやけど、でも意外とな国にならん、うん、まあ、さっきあのその横の砂利のとことかそんなところもまあ乗ってみたんやけど、はいはい、まあ、もちろんこうガタガタはするし、その今の現代 の、 そ の、 あのバイクとか車とかみたいに、そのなんていうめちゃくちゃこう振動とかそんなのを吸収しながらこうスーッて走るっていうよりかは、もうちゃんとこうなんていうギャップをこうトントントンって一個ずつ乗り越えながら走ってる感じやけん、まあ、思ったよりそのなんかもうなほぼもう こんだけやん動くとこが。そうですね、もうこのなちょっとだけなんやけど、このやっぱちょっとがやっぱ大事なんやろうなっていうのはやっぱ思ったわ、ほんまに。そうまあなんでね、まあ、一応その変を一通りまあちょっとこれでまあとりあえず動くようにしたというところで、まあ一旦まず第一章はこんな感じで、はい、まあしようかなと思ってますと。そうですね。で、まあ、ここから先はまあちょっとね、3月にこれちょっと使うのでまたちょっと持っていくんですよ。おうおう、はい、3月にどこやったっけ、東京に持っていくちょっと予定があるので、まあ、展示会でねちょっと使うようにあるので、はいはいはい、まあ、そこに持って行って、うん、でまあそこでねなんて言うのかな、こうまあ今の展示会とかそんなんてもちろんやけど当たり前やけど新しいものを展示するやんか、はい、まあでもじゃあその新しいものを展示をするたりとか、まあ、今の今後の自動車協会とかがどうなっていくかっていうのを、はい、ちょっと立ち止まってそのなんていうの考えてみるというか、うん、まあ、ちょっと立ち止まって未来のことを考えるための一つのパースとして、はい、じゃあ大方何60年前70年前そのぐらいです、ね、のやつの時代をこう見ながら次のまた次の70年後とかを考えるような一つのこうピースにね、はい、こいつがなればいいなと思って、まあ、ちょっと今回持っていかせてもらうようにしようかなと思っております。はい、はい、でじゃあまたそのあたりはね細かいところ決まってきたらまたお知らせしますし、はい、でまああとはねちょっとこれを使って最後ねこっちでこの子がいる間にね某うちの元通ってたちょっと学校とかに声をかけてまあ少しね生徒さんとかにもねなんかいろんな話ができたらなとは思ってますので、はいはい、まあ、そのあたり含めてはちょっとねいろいろやっていきたいと思います。はい、はい、ということで、まあ、ドリームさん無事に動きましたよというお話でございました。それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまたバイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。